鳥は彼女に歌ってもらいますけどこの流れの中で、えー、今、俺を呼び込むとは思ってなかったけど <laughs> ねジーゼスは盗み人のようにある瞬間やってくるってねいつでもどこでも誰にでもどんな時でもメッセンジャーはね語るのがやっぱり生きがいですからね。 あのこの後にローレンが歌ってくれる歌は精霊に関しての僕が大好きな歌なんだけど結構油注がれている歌だと思いますで。やっぱり聖書を読んでるとその終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐとすると息子娘は予言し青年は幻を見老人は夢を見ると。 で今まさにこう老人は夢を見、えー、青年は予言し、えー、そしてねえ若者たちは幻を見るという時代なんだなと思うこれはクリスチャンのみならずノンクリスチャンにも神のスピリットは流れているそれが濃厚に分かるのはやっぱり十字架担いで歩いてると教会の外なんですよねジーゼスは全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい 時が良くても悪くてもしっかりやりなさいいつでもどこでも誰にでもこのグッドニュースを伝えなさい、ね、世の中はフェイクニュースだとかバッドニュースがグッドニュースになるそういう時代ですけどグッドニュース神は実にその一人語イエス・キリストを私たちにお与えになるほどよう私たちを愛された それはミコ・イエスキースを信じる者が誰一人滅びることなく永遠の命を得るためである。皆さん考えてください。ジースが最後の晩餐の夜、弟子たちの足を洗って、そして自ら偉くなりたければ、使えるものになれと、神は使えるものの姿をとって、えー、そして弟子たちに使えたわけですよね。そして 私が去ることは良いことだと私が去ることによってコンフォーターヘルパーホーリースピリット精霊があなた方の上に与えられるからジーザスは自ら自分が言ったことをやってみせてやらせて弟子たちにその奇跡まさに町の前でたメシア救い主がこの方なんだいやこの方なんだろうか そして立法学者たちは、やつは神を冒涜している。えー、俺たちは、やつを殺すべきだって、陰謀によって、えー、処刑に導こうとしている。しかし一方、コインの反対側は、神は俺らの罪のために、人のことなって、俺たちの罪をあがうために、自ら望んで十字架に向かっていく。一方では、罪深い宗教家たち、罪人が、 この存在を神を冒涜したものとして十字架に貼り付けようとするその物語が平行線に進んでいるわけですよねその時に弟子たちに私が去ることはいいことだとそれによって精霊がお前たちに与えられるここからバトンタッチまたロケットというと第2カプセルがねスタートするんだと。 これからは、聖霊の時代で、私がいなくなっても、聖霊は、世界中、空気のように人々を包みこの空気を呼吸するように、私のスピリットを感じて、この場所のみならず、全世界のすべての人の心に、ジーザスはいるんだということを、人々が体験できるためには、この手段を神は取ったわけですよね。ですから、 私が去った後と霊を求めなさい。 今までは私は死の祈りをお前たちに教えた天にまします我らの父を願うは皆ががめられますように、御国が来ますように、御心の天になるごとく地にもなされますように、私たちの日曜の糧を今日も与えたまえ、私たちに罪を犯すものを私たちが許すごとく私たちの罪をも許したまえ、私たちを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力とえとは限りなく何時のものなればなり。アーメンこの暗記力の素晴らしさ。 私はお前たちに主の祈りを教えたけどこれからの祈りは私の名によって祈れ私の名によって祈るなら父なる神がその祈りに応えてくださるそして私の名によって聖霊を求める祈りをしなさいと言ったんですこっからイエスの名によって祈れと言ったんですそしてイエスは私たちの罪のために十字架にかかれ死なれ葬られ 3日目によみがえって40日の間に500人以上の人たちに現れて神は死に打ち勝つお方私はよみがえりであり命であり私を信じる者は死んでも生きます生きていて私を信じる者は決して死ぬことがない罪がもたらす結果は死その死を自ら罪なきお方が罪人の俺らのために十字架にかかり死んでくださりそして 読みに下り、三日目に死に打ち勝ち、蘇ってくださった蘇りの主は私たちに、私が来たのはあなた方が命を得、それを豊かに持つためです。この命を豊かに歩むだけではなくて、あなたが死んでも死に打ち勝つ永遠の命があなたに与えられてるか、ちょー永遠の命が与えられてるんです。今日 車椅子で寝たきりの難病でいつ死ぬかわからない恵子さんが私にこう言いました私は死ぬのは全然怖くありません私は死とね相交えるその日が楽しみですと言わんばかりのことを言ったわけですちょうどコロナのただ中名古屋にいるある 保守的な教会に行く女の子そのお父さんは役員その教会に彼女は行ってるけど隠れキリシタンのように俺の YouTube を毎日のように見てたそして自分とこの教会の牧師と全然迫力が違うしかもなんとハンサムだ、まあ、そんなことは言ってないけどで彼女はそれを見ながら 教会で、ね、役員のお父さんが教会で洗礼を受けないかって言ったらそれを拒否してたしかしアーサー・ホーランドから洗礼を受けたいとそして、なります教会に連絡があって役員のお父さんがまさに付き人として彼女と一緒になります教会に来てアーサー・ホーランドに洗礼式を頼むってやってきたわけですよね。お父さんはねえ このシートの3つぐらい向こう側で大丈夫かな、この人はみたいな感じで見てるわけだけど彼女はそこで証ししをたわけです感動的な証しをしたんですねで彼女は洗礼を受けてもう涙流して喜んでお父さんも喜んだんですね,ねで彼女はすごくそのコロナにかかるのを恐れてたんですよね で、コロナで死ぬのが怖かったんですよね。で、このアーサーのメッセージ聞いて、その神様を信じたら神様が守ってくれる。ね。糸高き、えー、肩の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が鳥で私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から恐ろしい疫病からあなたを救い出してくださるからである。主はご自分の鼻で あなたを覆われるあなたはその翼の下に身を避ける死の真実は大盾であり砦である死はあなたを、ね、この夜の恐怖からまた、ね、悪魔が放つやからあなたを守ってくださるまたあなたをこの疫病からあなたを守ってくださるという支ンの91編の言葉を結構その頃僕メッセージしてたわけですね。たとえ 千人があなたの片割りに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたに近づかない、要するに近づけない、そういうメッセージを結構語ら,せて語らされていた、彼女はそれを聞いて、私も守られたい、死にたくないという思いで、アーサーセスから洗礼を受けようと、受けたわけですよね。 ちょうど1ヶ月前、名古屋に呼ばれて名古屋のヒズコールチャーチというところでメッセージしてたら彼女が息子を連れてきてたんですね。終わっていよいよ出ようと思ったら彼女が息子です、息子も洗礼を受けたいんです。いや、先生、先生から洗礼を受けて1ヶ月後に死ぬのが怖い、コロナにかかりたくないって言ってた私がコロナになりましたって言うんです。 そして半端じゃない熱で生死さまよったって言うんですそして生死さまよって彼女は天国に引き上げられて天国に行った幻を見たって言うんですそこでジーゼスが彼女にこう言ったって言うんですようやく会えたねって <laughs> そしたら彼女がもうイエス様が素敵でそしたら天使が自分たちの上を飛んでるんだけど 天使が2つ羽を持ってきてくれて私につけてあなたも飛べって言うんですって遊園地かよ、ここはみたいなで彼女は天使とともに羽で飛んでそしてもう天国が楽しくて楽しくてしょうがなくてそして、生死さまよってた彼女は正気に戻ったって言うんですね熱も引いてそれから全然死ぬのが怖くなったって言うんです全然怖くなくなったって言うんです。 もう早くあのイエス様にまた会いたいって天使と一緒に天国飛びたいって面白いよねあんだけコロナにかかって死の恐怖あった彼女がねこの疫病は近づかないって言ったメッセージ聞いてこの方から洗礼受けようって受けた1ヶ月のうちにコロナにかかって熱うなされて聖地さまよって天国の幻見てイエス様が やっと会いたねって言って羽もらって飛んでもうその楽しさ喜びいっぱいになって地上に戻ってきた時にあの天国にまた行きたいもう死が怖くなったって皆さん神様の働きって不思議だと思わない精霊が働くとそうだよ、ね、まさに幻を見させられるわけだよね十字架担いで この前は伊勢神宮まさにねあの,神の聖地を歩いてたんですよ歩いてたら普段俺たち通らない道を今日五島来てるけどたまたま余分にそのこの伊勢神宮を横切るコースを入れたわけですよ で俺はもう奴に委ねてからこいつ時たま距離を伸ばしたり俺の背後で自分好き勝手なことして歩いてるの俺でなんでこんなに歩かされてんだろうと思うんだけどこの伊勢神宮を横切って歩いてたんですよそしてなんか住宅地に入っていったんですよねそしたらある女の人がこう怖がりながらでもビクビクしながらでも喜びながら「アーサーさんですかはいアーサーさんですよ」って「やっぱり!」みたいな。 YouTube で見てますみたいなんだよねそして「えど,どのようにして俺のことを初めて知ったの?」って言ったらいや実は約3年前コロナのただ中私は家で家事してたんです私は教会も行ったことないし聖書も読んだことないしクリスチャンとかキリスト教全然関係ないんですでも家で家事してたら声が聞こえるんです あまたこんなやつらがやってきたまたこんな変なのが俺のところに類はともえ俺そんな類じゃないのにえ声が聞こえるんですえ怖いみたいな声が聞こえるんですってでどんな声なのって言ったらね聖書を読みなさい聖書を読みなさいっていう声なんですってで聖書なんか読んだことがないんですってでも聖書を読みなさいっていう声がするんですってで聖書というとキリスト教だよなって彼女は思うわけ。 グーグルでキリスト教調べたら俺の映像が出てきたって言うんですよ <laughs> 俺の映像が出てえっ、ー、この人何ってこの迫力何ってもう見入っちゃったって言うんですよねだからご主人は未信者で元ヤンキーだったのにあ今日もジーザス見てんだねって通り過ぎるって言うのそのうちご主人もこの人誰って見るようになったって言うんですよ この人から洗礼を受けたいという思いに駆られて彼女は、でもアーサーさんのいるところ分からないし厚かましく連絡もできないしどうしようと思ったら伊勢神宮の近くに教会があったからそこで宣伝受けようって教会で洗礼を受けてそして、ね、あの身体障害者の息子もそこで宣伝受けてもうあとは親父だけまだ洗礼受けてないのは。 でその彼女が俺とそこで3年のうちに会うんです。でもう一応洗礼を受けたけど私の願いはアーサーさんから洗礼を受けたかったんです。じゃあ今日やろうよってここでってここでいいんですかって俺もうサービス精神豊富だから、ね、もうクリスチャンイエス様サービス精神豊かだからもうあれはその教会で洗礼を受けたのは受けたのでいいけどあなたが受けたかったという夢を俺は。 ねえ神様が成就してあげろと言ってるような気がするから俺のジーズは優しいよねだから俺ペットボトルでやってあげたわけですよねえそしたらその3日のちの近くのまた違うところの教会にヤンキー風のご主人もそして息子も彼女も真ん前に座って俺の話聞いてんのなかなかこの教会だって俺の話を真ん前でね 長ちに患った女のようにこの言葉の裾に触れたら私も癒されるなんてやつはなかなかいないロードン演説のメンバーだって大体いい3個向こう側に座ってんだよこいつら居酒屋に行って俺がメッセージでボロボロになって疲れてこいつらのためにまた2時間何食ってるか分かんないこいつら食いながら飲みながら俺の話を聞いて俺ボロボロになってもう頭はねテンパってんのに こいつら、こいとん食うと3段目向こう、ね、永遠にジーゼスの弟子たちもそうだったよなって、やつらを通して、俺は裏切られる体験、傷つく体験、やつらを通してで、こっからここみたいな、どんだけ振り絞って話しても、はあ、もう聞き慣れちゃってる。 ここではアーサー・ホーランだってみんな、ね、車椅子でやってくるやつやん、ね、こいつら当たり前のように慣れて全然弾けみたいなさもうそういうレベルだよこいつらはねえ永遠だよ永遠永遠じゃねえよお前お前がリーダーちゃんとしろこの野郎 <laughs>、まあ、まあこういう感じですよねでもやっぱりネット降ろせで YouTube 降ろせったら本当にいろんな人が見るようになったわけですよね あるやつがそのお正月に夢見たらね夢の中にジーザスが現れたでまたこんなやつかと思うんだよねジーザスが現れて俺はジーザスだと本当の神だと俺を信じて聖書を読めと言ったって言うんですよねこいつが嫌ですって言ったって言うんですよねお前何ちょっと待ってイエスにダメ出ししたのって俺でもやらねえよって しかも何でお前の夢にイエスが現れて俺の夢に未だに現れてねえんだってジャレシーを持ったわけですよねなんでこんなレベルのやつにイエス様が現れて俺のところに現れないのってね思うわけだけどでもあまりにもそれがインパクトがあったから聖書を読むようになって数ヶ月で聖書を全部読んじゃったって言うんですよそしたら聖書を読んで洗礼を受けたいって思ったんですってイエス様はその聖書をみながら信じてたんです で近くの教会に行って洗礼を受けたいって言ってその夢の話をしたっていうんですイエスが夢の中で現れたってうちの教会に来ないでくださいって言われたって <laughs> <laughs> うちの教会に来ないでくださいって言われたの悪影響を及ぼしますからってほんで教会で洗礼を受けたってねもうバナナが熟して落ちてきてるのに教会は来ないでくださいって そしたら彼は、ね、あの中川先生の,そのあれも見てて中川先生のところにメールを送ったって言うんですねあなたは教会に来なさいと言うけどあなたの言った通り教会に行ったら来るなと断られたとこれはどういうことですかって文句言ったって言う、うん、そういう教会もあるから気をつけましょうと言われたって言うの、ね、<laughs> <laughs> で彼はもう落ち込んでまた俺の言う。 YouTube をイエス様がアーサーの見なさいって言ったって言うんで俺彼に会って聞かんちょっと待ってちょっと待ってアーサーって言ったのっはいアーサーえイエス様俺のこと知ってんだって俺のこと知ってんだって嬉しいよね逆に俺がこいつを励ますんじゃなくてこいつが預言者なのように俺は励ましてくれんの、ね。俺の YouTube をイエス様が見ろって言ったっていうんだでこいつから洗礼受けなさいって言ったって言うんですよねでもそれは後で言ったことで これをアーサーに言うなと。アーサー、今十字架鳥取歩いてるから、鳥取まで行って、アーサーと一緒に歩けと。そしてアーサーに洗礼受けに来たとは言うなと。ね、私がアーサーにそれを判断させる。え、そういう制約があったのを知らないわけですよね、これは。そして彼は一緒に歩いて大雨の中、その夢にイエスが現れて、洗礼断られて話してるから。じゃあ、せいや。 今日がお前の洗礼式だなって言ったら「本当ですかイエス様ありがとうございます!え」「えちょ何が起きてんの?も」っうでイエス様あなたの約束通りアーサー先生が洗礼させてくれと言いました」って「え,えど,うどういうこと?」って俺は聞いてるわけだよね結局イエス様と約束した通りね俺に彼が洗礼を今日しようと彼が言ったんじゃなくて俺が言わせられたっていうところに もう彼はイエス様が約束通りにそうしてくれただから終わりの日,の日に私の霊をすべての人に注ぐって霊注がれてるんです皆さん教会が伝道しないなら神の方が精霊を通して人を導いてるってことが起きるんですよそしてあのド派手な車あれ俺のね写真がついてんだけどなんかちょっと恥ずかしいような嬉しいような嬉しいような恥ずかしいような あれプレゼントされたわけですけどあれに乗ってその三重県十字架講師やってたんです昼飯食べてるとある女の人が「あささんですか?」ってやっぱりその晩、ね、見てくるわけですよはいそうですブログ見て励まされてますだからああいうとこ行くとブログ見てるとか YouTube 見てるっていう人がいろんな人が感謝しに来たり「今日洗礼受けに来ました」とかねもう13日間で15名洗礼受けるとか。 四国一周したら30名近く、ね、20, 20日ぐらいで25日ぐらいで30名近く宣伝を受けるんですよ毎回求めている人がこっち側で与えようとすると神は磁石のように求めている人をその場所に導くんですよねだから十字架行進の良さっていうのはそういうところまたネットで網を下ろせっていう部分ネットを下ろしてますから毎朝朝のディボーション 1>, 1分から3分のメッセージ、そして火曜日は、ね、アーサー・ホーランド・ショーという1時間番組、あとはナリマス協会やフライデー・ナイトのメッセージ、フライデー・ナイトは阪神タイガースの矢野監督まで見てくれてるわけですよね。で、いろんな人が見て、えー、そしてアーサーのところに行けば、アーサーが導いてくれて洗礼受けれるってみんな来るわけです海や川で。 もう自然がマイチャペルだみたいな感じでやるわけですよね次の日に僕たち朝いつもディボーション持って一人のケが「神様今日奇跡を見せてください救われ魂を導いてください」って祈った後とスタート地点に行ったら二人の女の人が待ってるんですよで一人の人は昨日ね僕に挨拶してブログ見てるという人だったもう一人の人は このニューエイジのヒーラーだったんですそのヒーラーがここ3日間イエス様も3日読みに下って蘇ったってあるけどこの3日間ずっと自分の耳元に十字架聖書十字架聖書っていう言葉がずっと響いてるって言うんです3日間ですよそしたら1日前に僕のブログを見てるっていう人が 十字架聖書ってアーサー・ホーランドが今十字架担いで歩いてるそのことじゃないのって言ってヒーラーさんと彼が来てそして2人とも涙流してジーザー信じて宣伝受けるんですよだから不思議な人間の思いを超えた教会はミッションが与えられて全世界に出て行って福音を伝えろ 皆さん、あの初代教会のクリスチャンたちはイエスの名に何よって祈って精霊を受けなさいと。子供がパンくださいって言ったら石与えますか、卵くださいって言ったらサソリ与えますか、ね、魚くださいって言ったら蛇与えますか、悪いヤクザの父親でも良いものを子供が求めたら与えたいと思うでしょう、なおさらのこと、父なる神に精霊を求めるなら与えない方でしょうか。と 聖霊を求めなさい聖霊を受けなさい聖霊に満たされなさい初代教会のクリスチャンはみんな集まって祈ったら聖霊があなた方に望まれる時あなた方は力を受けるエルサレムに出たサマリア全土及び地の果てにまで私の承認となる聖霊はあなたに感動する力を与える御霊の身は愛喜び平安寛容親切全員聖地には人生愛喜び平安感動を表す言葉聖霊はあなたを 感動で満たしてくれる。救われた感動で満たしてくれる。多くの人が誰かが救われたというのを教会の中で語ってもポケッとしている。なんでボケッとできるんだと。今日の朝のメッセージのように、立法学者は罪人と一緒に食事しているジーザスに、ね、ジーザスを批判した。本来なら喜べるはずなのに、喜びもない。 教会の中で誰かが救われてもポケットしているようなクリスチャンこんなのは教会じゃないですよ魂が救われるというのはあなた自身が救われて喜びがあるなら誰かが救われたら喜びに満たされるはずです皆さん誘惑に陥らないように目を覚まして祈ってなさい心は燃えても肉体は弱いんですよ10人の乙女の中の5人みんなともしびは持ってたでも5人は 油を断ってしまった、要するに油断した、油断というのは油を断つ、精霊を断つってことですよ。だから皆さん、これは教会のメッセージですよ。誘惑に陥らないように目を覚まして祈ってなさい。心は燃えていても肉体は弱いんです。私は地に火を投げ込むために来たのです。 だからその日が燃えていたらとどんなに願っていることでしょうだからその日が燃えていたらと御言葉は死の灯しび道の光御言葉は心に火をつけるけど燃え続けには精霊の油注ぎが不可欠なんですよ精霊を受けよう精霊を満たされよう精霊に満たされたら感動する力今度は行動する力エルサレム、ユダヤ、サマリアおよび 善土地の果てにまでこれ行動を表す言葉感動する力行動する力私の承認となります伝道する力が与えないんですよ伝道しないのは精霊の力がないからです精霊の力がないから感動する力がないんです救われている感動がどっかに行っちゃってんですでも精霊に振られたら感動する力行動じっと知られない ここの先生はじっとしない必ず動き回って福音のエッセンスをさまざまな方法で伝えたい皆さん先生のことを指くわえて見てるんじゃないあなたのはその背中を見てあなたも自分のできないことを嘆くんじゃなくてできることをやるロードエンジンのボケお前ら聞けこのボケいつまで聖書ばっかり読んで傷のラめやしてんだこのボケすいません先生ごめんなさい 今までは言わなかったけど、なんか20、30年分のフラストレーションここで発散してますよ。精霊が爆発してますよ。精霊受けを精霊に満たされよう。ロードエンジェルズコスプレしてんじゃねえよこれはお前らの遺言のメッセージだこのボケが聞けエルビスいい加減にしろってめえこの野郎いやいや、もう終わりよ。 皆さん、聖霊を受けよう聖霊に満たされよう皆さん、祈っていきましょう聖霊ですよ。感動する力、行動する力、伝道する力初代教会のクリスチャンはこの火に燃えて全世界に出ていったから俺たちはこの灯火をバトンタッチすることができたんでしょう。 その背後にどれだけの人が迫害されてきたんですかどれだけの人が死んでいったんですか一つの向きが血に落ちて死んだ上に多くの実を結ぶと、イエスはその俺たちが実を結べるために一つの向きとなって血に落ちて死んでくれたんですよ。十字架は俺らの罪のために神が人となって死んでよみがえってくださって。そして弟子たちに聖霊を受けよう。俺の成した技よりさらに大きな技をお前たちは行うことができる。 精霊に満たされてペテロが語っ,たら語ったらあっという間に2000人、3000人が救われていったんですよそしてそれを伝え続けて今があって西暦2023年この教会に俺たちは、ね、この福音に触れられてこの教会に集っているでも悪魔はこの終わりの時代に眠らせようとしているんですよ、皆さん精霊を受けることです精霊に満たされることです。 聖霊の火で燃やしてくださいと求めていくべきです理屈じゃないんですそしたら聖霊に燃やされた人が語ったら人の心に火をつけるようになります俺はねある意味で火付け役です福音の放火魔で,です、ね、えお釜じゃないよ福音の放火だよ今日俺はお前たちの心に火をつけてんですもちろん神が火をつけてくれるんですいい加減にしろよお前ら夜の終わりがやってくるんだぞって イエスの再臨が間近なんだぞって指くわえて見てんじゃねえよって賛美して白臨済体験したら今度は聖霊満たされて俺たちは出て行って置かれた場所にできないことを嘆くんじゃなくてできることをやっていくジーゼスの使命になっていきましょうこの流れの中で娘に歌ってもらいたいと思いますけどその前に聖霊を聖霊満たさない皆さん祈りましょう 神様、私を精霊で満たしてください。精霊の力を満たしてください。感動、行動する、伝道する力を満たしてください。この教会を用いてください。この地域の光を、キリストの光を放つ教会として用いてください。救われる魂を喜ぶ教会になることができるように、明かしすることが喜ぶ教会になることができるように、私も伝道することができるように、イエス様の愛を伝えることができるように、精霊の力に満たしてください。祈りましょう。どうぞ、皆さん祈ってください。ハロウィアー。 主をどうぞ心の中にあなたが火をつけてください、一人一人を力づけてください、燃やしてください、満たしてください、一人一人の心にあなたが満ち溢れてください。 聖霊のパワーに満たしてください一人一人はあなたの証人です一人一人はあなたの器ですみんな賜物が与えられていますそれをお客さんのように指加えて何もしないで誰かがやってるのを喜んでによって自分自身がジーゼスが行動したようにジーゼスの力によって聖の力によって私たちも行動してイエス様の愛を伝えていくことを喜びとすることができるように魂が救われたら喜びを取ることができるようにどうぞこの教会をあなたが祝福して用いてください ジーザスのによってお礼しますアーメンよろしくお願いします

すべてのもの聖なるなを褒め称えよ主を称えよすべてのもの聖なるなを褒め称えよ主を称えよすべてのもの聖なるなを てください素晴らしい神様にさあ皆拍手をささげましょう晴れるよ用いてください満たしてくださいあなたについてきます感謝します